問題。この先生は一体何をやっているでしょうか？どうも、アイチです。今週の水曜日から金曜日までにエディックス学校教育総合展というのが東京で開催されまして、そちらに参加してきました。で、このエディックスがどういうイベントかっていうとですね、教育系の企業さん、例えば、黒板だったり、まあ、電子黒板を作ってる企業さんとか、あと塾行ってる方って、なんかピッて入退室メールがさ、お母さんとかお父さんのメールに届くとかいうシステムあるところあると思うんだけど、ああいう入退室の管理システムだったりとか、あと成績を一覧をその確認したりとか、そういう管理システムを作ってる企業さんたくさんいらっしゃって、そういうまあ教育に関係する企業さんがブースを出すんですよ。すっごい広い会場のこの場所って借りて、そこで自分のサービスを、例えばこういうのがありますよっていうのを紹介したりとか、まあ、そういうのやってるんですね。で、それが今回 Google さんが、また去年も自分も参加させてもらったんですけど、 Google さんが今回ブースを出すということで、1時間に1回ぐらいかな、そのいろんな代表者がね、こういうことやってますとか、こういうのがありますみたいなのをこう登壇して、みんなの前で喋るのがあったんです。で、それに、登壇する、まあ、あと喋ってくるっていうのをやらせてもらいました。去年は大阪だったんですよ、エディックス大阪で。その時も Google さんのところでその来場した学校の先生とかさ、まあ、教育関係の企業さん、まあ、教育じゃない企業さんもいるんだけど、たくさんいらっしゃるの、もう めちゃくちゃすごい人数の方がね、はい、いらっしゃってて、その、たまたまいてくれる人の前、まあ、5、60人かな、の人の前でこう話をしていくんだけど、で、今年も動画撮ろうかなと思ったんですよ。去年撮ったんで。でも、予備乗りのたくみくんがね、同じく登壇してたんで、今年は。で、やすくんが来てて、一緒に動画撮るって言ってたから、今年は撮っておりません。で、だから、その様子に関しては、まあ、やすくんがね、ちょっと編集大変なんだけど、やすくんの編集が終わり次第、予備乗りのチャンネルの方で投稿されるって話なので、まあ自分もちょっと出ると思います、きっと。だから、まあそちらの方で、まあ一旦予備乗りのチャンネル登録してね、ぜひ待ってみてください。で、冒頭のクイズですね。最初音声なしで流したんですけど、ちょっと音声ありバージョン少し見てみてください。明日はパソコンでね、カエノカやってんだよ。と時間割りで公開する。すごいよね。明るいと数字が。あと日記は今日見れなかったので、日記は机の上に出しております。明るいくらい判断しながら、よろしくライフレースをしたり、OK な人を手を挙げてください。ということもできますし、あとはこれもう一つ特徴として、センサーですね。また明日ね。一番下。バイバイ。気をつけて帰ってください。これで分かった方もいるかもしれないんですけど、あれ実はですね、帰りの会をやってるんです。オンラインで、ハングアウトでね。すごくないですか？あれ、自分が仲良くさせてもらってる神奈川県で小学校の先生されてる向井先生っていう先生なんですね。で、あ、そうそう、向井先生の生徒さん、クラス、4年生のクラスメイトのみんな、なんか先生がハイチと友達なわけないじゃんって、先生が茶化されたって悲しんでたけど、仲良くしてるから、向井先生友達だから俺、ね、信じてあげて。はい。で、話がそれましたけど、びっくりしたの。向井先生が、ちょうど向井先生も登壇されるっていう話だったので、で、パソコンに喋ってたから、で、何やってんだろうと思って聞いたら、あ、実は今、副担任の先生に繋いでもらって、帰りの会の時間なんで帰りの会やってます、みたいな。そう。だから明日の持ち物こうだよ、みたいな話もしててさ、で、自分のハイチのこともそのクラスのみんな知ってくれてたから、ちょっと出させてもらって一緒にわーとかってやったんだけど、すごいなーって、もうなんかね、素直に感動したの。で、今回、まあ、Google さんとね、仲良くさせてもらって、すごくいろんな先生に、学校の先生にね、会わせてもらって、いろんなことが、もうなんかね、カルチャーショックって言い方もちょっと違うよね。それは違うな。なんだろう。でも、時代は変わってて、すごい、いろんなシステムができて、このシステムがもっと広がったら、学校の先生の仕事もっと簡単になるじゃんっていうのが、いっぱいあるのね。で、それを、こう、積極的に使ってるのが、まあ、向井先生だったりとか、いろんな先生が使ってらっしゃる。で、そういう方にも、これからいろいろ自分接点持たせてもらって、多分動画に出てもらったりとか、きっとね、いずれ向井先生多分動画に出ると思うんだけど、うちのチャンネルの。まあ、いろんな先生の実践とかも紹介できたらなって今思ってるんですが、まあ、ちょっと話が逸れたんですけど、まあ、最初のクイズに関しては、飼い犬会をやってましたっていうのが答えね。で、最後にね、今回エディックス参戦させてもらって、ちょっと感想を手短に喋らせてください。
で、まあ去年も感じたことなんですけど、自分去年からいろんなところでね、こう社会人の方の前で話をさせてもらう機会をいただいてます。で当然、まあ規模は例えば30人規模のものもあれば100人200人の規模の時もあるんですけど、まあほとんどが知らないです。YouTube で勉強ができること。俺のチャンネルを知ってるとかじゃなくて、まず YouTube で勉強ができるっていう、その選択肢があるんだっていうことが知ってもらえなきゃいけないって自分はすごく思ってるの。自分が知ってもらうっていうのは別にいいの、後で。それは選んでもらえばいい。いいサービスをしてれば選んでもらえるからって思ってるからね。で、やっぱりね、本当に知らない方が多い。世間的にこう YouTube のさ、中でさ、みんなとのやりとりだったら、自分のことを知ってくれてるし、呼び名のことも知ってくれてるし、いろんなね、例えばカンタロウさんのことも知ってるしっていう、YouTube で勉強コンテンツがあるって知ってる子たちの周りにいればさ、あ、ちょっと浸透してきたのかななんて思うんだけど、まあ全然甘い。全くそんなことはない。だから改めてやっぱこういう機会に参加させてもらうたびに思うことだけど、もっと頑張んなきゃって本当に思う。うん、だってまあ、登壇させてもらってさ、30分間話をするわけよ。で、その30分最初のスタートはもちろん興味本位で座ってくれてるから多少の興味あるよ。それでもさ、もうこんな感じの方もいるわけ。こうやってそうで、昨日エリックスは特にないけど、違う舞台だと自分以外の人を見に来たりするとさ、普通に俺喋ってるの、ずっと携帯してるから、ね、こうやって人もいるから、あ、それだけは興味を持たれないし、でも持ってもらわなきゃいけない、なんだろう、単元、コンテンツだと思うんだけど、でもね、やっぱり30分話し始める前はそうだとしても、じゃあ30分話し終わった時には、こうやって聞いてた人が、ってしてくれてることもあるわけよ。もう明らかに興味が違うでしょ。だから、自分はやっぱり一個の営業活動だなって思ってるんだけど、やっぱり今回もやらせてもらって、まだまだ本当に浸透してない、分野というか、YouTube で教育コンテンツっていうのは本当に知られてない。すごい伸びしろっていうか、広がりの幅っていうのはまだまだある。うん。そして、可能性はあるなって改めて感じたの。ただそのためには、すごい努力をしなきゃいけないし、自分一人でどうにもこうにもなる問題ではないから、やっぱり最近ね、今年すごくなんかみんなに言わせてもらっちゃってるけどさ、みんなの力が必要だってね、すごいなんか申し訳ないよ。本当に俺が頑張れよって話なんだけど、でもやっぱり自分一人でできることは限りがあるから、例えばみんながね、知り合いの人にあるんだよって言ってもらったり、ぜひね、見てよ見てよって言わなくても構わないの。でも YouTube で勉強でできるんだよっていうことを知ってもらえるだけでもね、本当にありがたい。だからもうみんなの力を本当にね、借りながらにはなっちゃうんだけど、その YouTube で教育っていう分野、本当にね、日本に浸透させたいの。本当に浸透させたい。だから改めて自分も頑張っていくから、これからね、改めて頑張っていくから、ぜひね、みんなの力も貸してもらえたらなと思います。特に中学生の子はね、自分のチャンネルのユーザーの子は、そのクラスメートがさ、受験のライバルになるじゃん。大学受験とかってもう全国がライバルだから、そんなの意識しないと思うんだけど、隣の席のやつが同じ志望校だったらライバルでしょ。だからその子に教えちゃうとさ、その子も成績上がっちゃうって困るってすごい言われるわけ。それはね、わかる。だからそれに関しては、そこを我慢して、その子に教えてとは言わない。言わないけども、受験が終わった後とか、ね、後輩とかに、ね、まあ、先輩後輩わかんないけど、自分がまあ教えてもいいかなと思ったタイミングで構わない。構わないから、ぜひ、その YouTube、まあ、YouTube だけじゃないんだけどね、その無料で勉強ができるっていうコンテンツが実は日本にはたくさんあるんだっていうことを、いつか、みんなの良きタイミングで広めてもらえたら嬉しいなと思います。そして、例えば多分このエディックス来年もね、もしかしたら出させてもらうかもしれないし、これからいろんなね、企業の方とか、政府の方とかの前で話をする機会またあると思うんだけど、そのために、できればこうやって感想を話していこうと思います。で、そうやって、なんだろう、みんな、あと、会社員じゃない、社会の方、企業の方とか、政府の方のリアクションがちょっと変わってきたなって思う瞬間があれば、その都度報告していくので、ぜひね、まあ、みんなと一緒にじゃないって意味、ちょっと恩着せがましくなるけど、みんなと一緒にいろいろ変えていけたらなと思いますので、これからも協力よろしくお願いします。